はい、エンジェイランのレオです。生態とは予防学ですっていうお話を今日サクッとしておきますね。これを話しするとってよく言われるんですけれども、痛みが出たり何かが悪くなっていくのを対処するという言い方をします。対処療法なんていう言い方もするんですけども、現在のこれが病院です。まあ、確かに痛みや悪いところがなくっても検査に行くのも病院ではあるかもしれないんだけれども、基本的には病院というのは今現在の痛みに対してどう対処するかということをやってくれるところです。それが病院。生態というのは予防学ですって今書きましたけれども、痛くならないためにならないために予防する方法が本来は生態なんですけれども、なかなか痛くなる前に来る人が少なくってね、今うちの生態にも痛みが出てから来る人が多いんだな。だから痛くなる前に来てくださいよっていつも言うんだけれども、もうこれしょうがないよね。痛くなってからでしか動かないね。痛みが出なければいかないっていう考え方はどうしてもしょうがないんだけれども、だから私の整体院に、定期的に来られる人には、あなたはもう2週間に1回来てください、あなたはもう1ヶ月に1回来てくださいっていうような話をするんですね。それはお体の状況とか使い方によってどういう痛みが出たりどういうように体が変化していくのかっていうのを私なりに想像してお話をするので、定期的に来られるといいですよ。痛みがあろうがなかろうが次の日程を予約を入れて帰られた方が絶対いいですよ。で、予約を入れて帰っても都合が悪ければ日程変更してくださいという感じで、まあ、いつも私は言うんだけれども、予防するために整体をするんだという考え方が少ないんだけれども、私はいつもこのストレッチに関してはもう口を酸っぱくなるほど言ってるわけですが、これもある意味予防なわけです。怪我をしない故障をしないための予防ですと考えれば同じなわけですよ。だからストレッチはまあこれはもう自宅で自分でやってくださいというようなものでもあるんだけれども、実は一部ですね、私が体を持ってストレッチをしてあげるという他力ストレッチというのを時々します。まあ、要望は少ないんだけれどもね、せっかくもう来たんだからそんなんよりも整体してよって言われる人の方が多いんだけれども、よほどこうスポーツをやってらっしゃっていろんな知識があって、整体の時間も欲しいんだけれどもストレッチの時間をもうちょっと余分にとってっていうことでのリクエストでやり始めたんだけれども、簡単に言うと2人ストレッチですよね。2人でストレッチをしてあげる。私があなたの体を持ってストレッチをしてあげる
ということですね。こういうこともまあ最近ちょっと始めたんですけれども、要するにストレッチは自力と他力とがあると同じように、声帯に関しても自力声帯も実はあるんですよ。私がこの来られたらしてあげてるのがこの他力声帯ですね。二人でする、私が施術者で、来られた方が受け身になるという、こういう感じですね。で、自力声帯は自分一人で自分の力でもってやることが自力声帯なんだけれども、この自力声帯に関しては近いうちにこの YouTube でやり方をご紹介していきます。いずれにしても予防なんですよ。予防と、それから痛くなったものを対処する方法も、どちらも持っているのが整体かな。病院にはないよね。病院に検査行ったって、それって予防と言える、免疫力を高めるための予防的なものっていうのは多分ないと思うんですよね。あくまでも検査をして数字を知るだけのことですから、それは予防にはなってないよね。その数字を知ったことによってどうするのかを考えることが予防になるけども、あくまでも数字を知りに行くだけは、確認しに行くだけだからね。まあでもストレッチに関しては、怪我をしないようにとか、痛みが出ないためにっていう準備体操的に考える人が多いと思うんだけれども、準備体操だという意味でいくと、それは予防法ですよね。怪我しないためのっていうね。で、じゃあなら運動した後にやるのかって言ったら、これほとんどの人がやらないのね。ここがね、大きな間違いね。だからストレッチをするでしょ、で運動するでしょ、もう一回ストレッチをする。この意味は、運動に対する後付け的なものの考え方ではなく、ここから生活が始まるための予防のストレッチなんだという解釈をしていただきたいんですね。こんな考え方したことないでしょ。これですよ、私がね、このストレッチの必要性を言っているのは。あくまでもみんな運動に対してのストレッチがひっついてるという解釈でしかないんですよ。でもここの運動に対するストレッチという解釈ではなく、生活をする上でのストレッチなんだという、こっちにもひっついてるよ、こっちにもひっついてるよ、どっちにもこれは有効なひっついたものなんだよっていう解釈をすれば、このストレッチの必要性っていうのがちゃんと分かっていただけるようになるんじゃないかと、そう思っているんですが、いかがでしょうか。整体とは予防学です。ストレッチやってください。ではまた。